それより、2022年 F1 1世界選手権第7戦モナコ GP 金曜フリー走行1回目の模様をお届けいたします。今回第7戦モナコ GP が開催されるモンテカルロ市街地コースは1周 3.337km で19のコーナーがあり直線はほぼなしコース幅も狭くコーナーは実にタイトウォールがコースを覆っているため多くのコーナーが先の見えないブラインドコーナーとなっていますこの市街地コースを78周してレースは行われます 第六戦を終え、今シーズンは、開幕から、フェラーリが、速さと信頼性の高さを武器に、ランキング首位を守ってきましたが、前戦スペイン GP では、レッドブル・タスマックス・フェルスタッペンが優勝。フェラーリ勢は、マシントラブルにも見舞われ、ランキング首位が入れ替わる形となっています。今回のコースは、マシンの優劣の差は、いつもより縮まる可能性もありますから、低速域が強みだという、今季好調のアルファロメオ勢やスペイン GP から、復調傾向にあるメルセデスが、 さらなる高成績をつかんでも、決して不思議ではありません。F1 公式タイヤサプライヤーのピレリが、第7000モナコ GP で供給するタイヤは、ハード C3、ミディアム C4、ソフト C5 の3種類を用意しました。グランプリ初日を迎えた現地の天候は晴れ、気温29度、路面温度54度、湿度31%のドライコンディション。まもなく、金曜フリー走行1回目がスタートします。 ピットレーン出口のシグナルが緑に変わり、セッションが始まりました。20分過ぎ赤旗。ハースのシューマッファがストップ。マシントラブル。24分解除。セッションが終わりました。フリー走行1回目の結果は、次の通り。1、C、ルクレール、フェラーリ。1分、14秒531。2、エスペルス、レッドブル。1分、14秒570。 3C サインツフェラーリ1分14秒 6014M フェルスタッペンレッドブル1分14秒 7125L ノリスマクラーレン1分15秒 0566P ガスリーアルファタウリ1分15秒 0837D リカルドマクラーレン1分15秒157 8 G ラッセル・メルセデス AMG 1分15秒2119 S ベッテルアストン・マーティン1分15秒 38710L ハミルトンメルセデス AMG1 分15秒49911角田優希アルファタオリ1分15秒 53612L ストロールアストン・マーティン1分15秒539 13.F. アローソ、アルピーヌ。1分、15秒749。14.K. マグヌシセン、ハース。1分、15秒806。15.A. アルボン、ウィリアムズ。1分、16秒110。16.E. オコン、アルピーヌ。1分、16秒315。17.G. ジョングアニュー、アルファロメオ。1分、16秒417。十八 エヌラティフィ、ウィリアムズ。1分、17秒714。19、エムシューマッハ、ハース。1分、18秒636。20、V ボッタス、アルファロメオ。ノータイム。初回セッションとなった金曜フリー走行は、フェラーリのルクレールが、1分14秒531とトップタイムでした。2番手は、レッドブルのペレスが0.039秒差で続きます。3番手は、 フェラーリのサインツ。4番手は、レッドブルのフェルスタッペン。以降、マクラーレンのノリス、アルファタオリのガスリー、マクラーレンのリカルド、メルセディスのラッセル、アストン・マーティンのブッテル、メルセディスのハミルトンまでが10番手。赤旗も出たりしましたが、4番手までが、フェラーリとレッドブルということで順当のように見えます。メルセディスはまた、ポーパシングが出ています。アルファタオリのガスリーが好調で6番手、スノダ選手が、 11番手といい感じです。アルパロメを登ったスはタイムを刻めませんでした。